はい、今回はですね、長野県下伊那郡阿智村昼神温泉にいます。まあ花桃の里のところですね。今からですね、まあこのね昼神温泉のね花桃の開花情報をね見に行きたいと思います。まあ今ちょっとね映ってましたけどね、だいぶ満開状態ですんでね、期待できるんじゃないですか。ね、満開ですね。もうあとは散るだけっていうことになりますんでね、まあ見に来る方はねちょっとお早めにね見に来た方がいいと思いますね。まあここの辺はですね、花桃がですね、まあ月川温泉の方もありますんでね、まあここだけじゃありませんのでね、まあここが意外と一番早いくらいですかね、咲くのはね。あとまあここまで来る途中にもね、まあ花桃街道っていうのがねありますんで、まあそちらもね、まあ来る途中もねこの花桃をね楽しめますんでね、まあ非常にね可愛い花ですんでね。さあ見ていきましょうかね。もう満開ですね。そこら全部もう満開でしょうかね。はい、じゃあねちょっとねそこのところを左折してね登っていきたいとね思います。でこれはねこの絵図はまあ上りよりもね下りの方がね綺麗でしたんで、まあ下りのね映像ですね。まあ桜があれですね、この辺はねまだ咲いてますよね。まあ花桃と桜のねコンビネーションですね。まあこの上からずっとね下ってみた方がね全体的にこう見えるっていうかね。まあ、非常に景色がいいですね。さすがにこの辺はちょっとね人はいなかったですね。じゃこの辺からもうホテル街になりますんでね。まあ立派なねホテルがたくさんありますよね、ここはね。まあ桜とこの辺もね花桃ですね。今正面なんかお城みたいなねホテルですね。やっぱそこのね橋を渡ったところのこう群生しているところが一番綺麗ですかね。やっぱねもう人いっぱいでしたね、あそこのところはね。まあちょっと公園みたいになってますんでね、花桃のね。さあこれはね川沿いを走ってますね。
川沿いから見てね、反対岸がねちょっと綺麗だったんでね、ちょっと反対岸もねちょっと見てみましょうかね。ね、もう一回橋を渡ってね、こちら反対岸になってますね。この赤い橋のところら辺が綺麗でしたね。このテニスコートのね、裏側の花桃も綺麗ですよね。さあ、この川沿いをね、どこまで行きましょうかね。どっかでちょっと U ターンしましょうかね。まあ、この辺でね、ちょっと U ターンします。ね。じゃあ、もう一回ちょっとね、テニスコートの裏側の花桃がね、群生してるところを撮ってみましょうかね。そこが綺麗でしたね、意外とね。256号線からね、見ると非常に綺麗ですね、そこのテニスコートの裏側がね。意外と近くだとこう建物とかね、いろいろあってね。この橋のあたりですね、この赤い橋のあたり。さあ、そんな感じでしょうか。参考になったでしょうか。満開ですんでね、まあできるだけね、見に来る方は急いだ方がいいような気がしますね、ここはね。はい、それではね、今回の動画は以上になります。